スタッフの F です。スタッフのです。はい、というはとい。ころで今回は前回に引き続きハッシュタグ利用率ランキングの、今回ワースト部門ですね。はい。ちょっと残念、不名誉な称号ですが、まあ魅力度がないとそうですね。まずこの動画をい見うにあとたっころですよて、ね。不快に感じる方はバックを押してもらった方がいいかもしれないですね。そうですね。もしかしたらうちかもって思う方はバックの方がいいかもしれないですね、これ。まあでも今回ね、逆に下5個入ってるのも、どっちかっていうとあんまり来なさそうなところが来たかなっていうのがすごい感じるんで、本当？はい。まあ、僕はそう思いますけどね。俺ワンツーに関してはもう完全にもうなんだ、競馬で言ったらもう1.1倍とか1.2倍ぐらいの倍率だけどね。もう本来当？るだろこれみたいな。1位に関しては俺はね。そう、ハッシュタグで言うとね、あんまりもうちょっと中の方に食い込んでもいいかなと思ったけどね。まあそうね。まあ日本人が好むところではないけど、外国人からしたら結構好まれる場所も多々あるから、確かにそういった意味では1位2位じゃないかもしんない。半ばにあってもおかしくないと思う。そうね。まあ、じゃあ、ひとまず早速、ワースト5位から行ってみましょうか。いきます。だい佐賀県。ということで、佐賀県ね。佐賀県に関しては有名なのたくさんあるけどね、まず佐賀県も、そうね。まず、佐賀といえば、呼子のイカ、ガバイばあちゃん。それガバイばあちゃんがめちゃくちゃ来るわ。そうよね。読んでたもあと、ん。大阪城？違う、大阪城じゃない、名古屋城？大名古屋城っていう阪城。名古ね、屋城もあるの。名古屋城っていう、名古屋の郷が守るの方なんやけど、朝鮮出兵した時に、豊臣秀吉が建てたり布陣してた陣とかがあったのが佐賀で、実際にそこのね、観光地としてあるから。どっちかというと唐津城の方かと思ったわ。唐津城。逆に知らないね。そう、こっちも豊臣秀吉の、家臣が、建てたものになるんですけど、舞鶴城とも個別名言われてるんですよね。で、桜とか、富士とかが綺麗っていうのがあるみたいなんですけど、こっちの方がもしかしたらまだ有名かなと思うんですけど、あ、そうなんやね。名古屋城っていうのは逆に、でもどうなん、名古屋城の方が有名なのかもしれないね。ごめんね、わ僕かあんんまないりわ。詳しくないから、ワースト5ち位ょっとだ言いかました。ワースト5ワー位だストか5ら。やからね。どっちもどっちだよ。わかんねうん。逆にね、ワースト5位である理由っていうのは何でやろうね。あ、人気ない。住みたいと思わないもんね、佐賀県に。でも、農業とか農家としてだったら住んでみたいかもしんない、佐賀県。そう。土地も広いだろうし、で、水も綺麗じゃん、多いし。佐賀の、ガバイばあちゃんとかの、描写にもあるんだけど、川のところに、確か、ザルみたいなの置いとくん、確かあれ。あ、そうなんや。で、上から上からこう、畑でいらなくなったいらない野菜とかポイ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 投げるんだって、確かあれ。へえ。で、下の方にそのザル置いてあるから、そこに溜まって無料で野菜もらえるみたいな。へえ、そうなんやね。確かそんなんやった気がするんよ、確か。うろ覚えだけど、結構古いから、中学生か高校生ぐらいの時に読んだからあんまり覚えてないんだけど、確かそんな描写があった気がする。だから、それだけ、自然豊かなところで、結構田舎のところでこうね、みんなおおらかに生きてるっていうのがあって、そういった意味で、農業として従事するなら行ってみたい。
なるほど。うん。農業、従事っていうよりは野菜もらってるだけやけどね。それはね、それはね、野菜もらってるだけなんだけど、まあそれだけ、まあかなり野菜をポイポイ捨てられるほど作れるし、うん、まあ皮とかも大きくて、まあそこの下にね、ザル貼っとくだけで食べていけるような場所みたいな。うんうん、って考えたら、まあ、うん、農業としても、まあ、結構大規模な農業できんじゃないのかな、今でもみたいな。なるほどね。土地も広いし、うん、うん、行ってみたいなと思います、そういった意味ではね。なるほど。まあ佐賀、他にもね、悪いところ抽出していくと、うん、佐賀の場所がちょっともうあやふやだもん。うん、そう、知名度としても低いよねやっぱりね。そう、近所の中でさ、うんうん、あの小学生とかに佐賀どこか分かるって聞いて、多分ほぼ答えられないと思うもん俺。さすがに九州の小学生は答えれるでしょ。九州の小学生はね、うん、答えられるけど、例えば関東一円の人たちに聞いて、うん、小学生とかに無理でしょ、佐賀どこみたいな。群馬と一緒だよ、まあ、栃木と群馬の佐賀分からんみたいな、ね、うん、そうそうやね。うん、まあ佐賀5位と、そこでちょっと悪口ばっかりになっちゃう、はい、悪いとこばっかりになっちゃうんで、どうしても回すやと、はい、そうだね、まあ、結果だけでちょっと早めに、そうだね、さらっとね流した方がいいよね。うん、はい、じゃあ次行きましょう。でどんどん低くなるからね、はい、うん、どんどん低くなるからね。はい、じゃあ行きますね次、はい、第4位山梨県、はい、山梨これまたね、前回の上位何位だったかな、はい、8位やなかったかな、9位か8位か、8位に入ってた静岡と対極的で、富士山って接してる県が、はいはい、静岡と山梨の2県なんですよね。そうですね、はい、まあ、前回君が富士山は静岡のものというかと言ってましたけど、結果こういうことなんで、そういうことですよ。悲しいよねこれね、これだけ見るとね、完全に山梨のものではないという認知になってるのかなみたいな、まあ、もうかわいそうだよ、まあ、そういうことですよね、これ。富士山静岡のもんやっていう、うん、もう言ってるもんですからねこれ。そうね、まあただ山梨に関してはね、ちょっと意外な、まあ、富士山もあり、うん、富士急ハイランドもあり、うん、お土産でも信玄餅っていうね、うん、あの福岡の筑紫餅っていうお土産があるんですけれども、うん、それの上位版みたいなものが信玄餅ありますから、またまたこれまたね、はい、山梨が下から数えた方が早いっていうのもね、ちょっとびっくりかなって思います。すごいその、うん、観光ガイドとかこれ今見てるんです、山梨の、うん、まあ、そう言ってね結構擁護してくださってるんで、フォローしてくださって見てたら、うん、まあ、まず第1位が農園なんですよ、うん、逆に聞いたことないで、まあ2位が富士山と、うん、で3位がシャトレーゼの工場なんですよ、うん、シャトレーゼって山梨県ので4位、ね、いや違うと思いますけどね多分。そうなの、シャトレーゼなんで、ただの、はい、白州工場みたいなのがあるだけだと思います。で富士急ハイランドが来て、うん、5位に農園、でも農園がすごい食い込んでくるんですよたびたび、農園まあ農園はちょっと6位に川口港みたいな、うん、あそうなんや、で9位に農園っす、また見晴らし園地、まあなんせ農園に負ける湖と農園に負ける遊園地とそう考えたら、ね、そうなんだよね、まあ、なんか魅力は、ね、そう考えたらね農園に詰まってんだよね多分全てが、だから農業やってる人にとったらもうすごいいい県なんで、ここもやっぱり農業はね、まあブドウとかね有名ですからね、うん、山梨ね、はい、果物の方のイメージが強いですけどね山梨は、はい、なんか岡山と接ってて山梨のブドウと桃がそれで覚えてますけど、まあ、果物が強いというイメージがあり、はいはい、で
悪いところ、山梨県の、はい、まず、はい、有名の先ほどの産業がないと、観光産業が、いや富士山あるんですけど、はい、富士山はもう静岡に取られちゃってると。はい。で次に富士急ハイランド、はい、あれはねもう言えることが一つあるんですけど、子供が乗れるものがなさすぎるっていうところがダメな理由なんでしょうね。そうでしょうね、まあ、かなり怖いものが多いんでね、うん、僕ほとんど乗れないですもんね、ドドンパとか。まあこれだけ見てもドドンパ高飛車かな、うん、観光スポットとしてはやっぱ他の県と比べたら弱いかなって感じはするかなと。そうね、まあ、ちょっと弱いよねかなり、うんうん、名所がないっていうのがやっぱりもろに出てますよね。うん、うん、で一個一個が離れちゃってるんでしょうね、多分その農園とか含めて、うん、そうやね、観光名所が離れちゃってるから一日で回りきれないとか、こうギュッとしてないっていうのが他の県とかに比べると、うん、やっぱりトップ10とかにあったのってやっぱりどうしてもギュッとしてるじゃないですか、うん、そうやね、その観光名所が、はい、うん、してないんですよ多分、ワーストは多分、はい、なるほど、はい、確かにね。あとリニアモーターカーとかもあるらしいよ山梨は。あ、すご、まあそれも結局はこれすごいじゃん。いやリニアモーターカー研究所みたいなのがあるらしいけど、結局それも認知されてないって時点でまあそういうことだよねでも桃鉄で多分出てきたんじゃないかなそれ。いや記憶にない、山梨あったっけっていうぐらいの認識。一応東京にも隣接してるんやけどね、はい、山梨って。ああそう考えたらね、うん、確かでもここのリニアモーターカーの、うん、その物件買うとあれなんじゃないか、リニアカードもらえるんじゃなかったっけ。記憶に残ってないな、山梨なかったのかな、なんかそんなあった気がせんでもない、どっかのそういうなんかあれがあったと思うな、うん、独占したらもらえるみたいな、うん、であとさっきの、ね、さっきの山梨、はい、東京に隣接してるって言いましたけど、はい、隣接してるのが多分八王子とかなんで、はい、ああつまりはそういうことですよね、ま、八王子をマイナーっていうのも失礼だけどね。え、うん、まあ、八王子の隣に住みたいかって言われると別に住みたくないでしょ別に住みたくないけど、まあ住みたくないね別に、うん、うん、東京は東側でしょ、八王子は東京じゃないけど、まあ、そう考えたら、まあ、あそういう確かにそう言われるよねよくね八王子、うん、ただ便は良さそうだけど、ね、山梨結構いろんなとこ行くのに、ね、いや八王子から東京まで何時間かかるらしいよ、2時間とか。あ、そうなんか、うん、じゃあもう終わってるやん、もうそう終わってるよ。だから山梨に住むメリットは基本的にはないっていうところかな、ね、あーなるほどね、関東のジャギ枠みたいな感じやね、うん、何枠、ジャギ枠、ジャギ関東の中でジャギみたいな。そうやな、最弱やな山梨、あの最弱、4兄弟の中で最弱みたいな。関東じゃないから、山梨中部でしょ。あ、そうか、もう関東じゃないか、関東じゃないか、もうダメなんだ、うん、そうか。まあこれ以上言うともうただ悪口を重ねただけになるんでね、これ以上言うとさらにひどくなると。はい、そうだ、はい、というわけでナンバー3、石川県。はい、撮ってる、撮ってるよ。 OK、 まあ石川県もね、石川県、石川県っていう方のハッシュタグがゼロ件あったんで、はい、そこなんですよね、まあ、ここもね本来来る場所じゃないかな。正直金沢もすごい都会ですし、加賀温泉もありますし、多分ハッシュタグのバグ的なもんだと思う、うん、これは兼六園もあるんで、正直来るべき場所じゃないかなって石川県は思います。そう、ここめちゃくちゃね、うん、観光名所多いですし、うん、まあしかもオールシーズンで楽しめるんですよね石川県は、うん、冬ももちろんそのね、結構降るところは降るんで、
まあ、富山とかも近くあるんで、うん、富山とかもかな、うん、まあ、あの一緒にこう見て回れるみたいなとこもあるんで、石川と富山をね、うん、だから石川県は本当この場所はおかしいですよね、ナンバー3は、ね、少なくとも福井に負けると思えないしね、はい、そうね、多分ですけど、あの本当にその石川県のね、うん、検索ワードみたいなのが、まあ、反映されてなかっただけなんで、うん、まあ、他のやつにちょっと食いつぶされてる感じですよね、うん、ハッシュタグのあれが、まあ、今回の検索方法でのナンバー3なんで、うん、これはもう正直、絶対3位ではないと思います。そうね、はい、まあ、悪いところ挙げるとすれば住むには最悪のところやったっていうところあるけどね。そうね、雪がね、降りすぎ、夏暑いやろし、冬やばい、冬がやばいのも、ね、何よりも朝扉を開けると、うん、白銀世界が広がる、こんなのね初めてだったね、うん、あ、冬はもうほんと最悪で住みづらいだろうな、まあ、唯一すごいところは、ね、あ、唯一というかそこですごいところはね、うん、雪が降っても電車動くっていうところはねすごいところ、あ、すごいね、うん、すごいね、それ。そう、まあこれだけ雪が降る、あれだけ雪が降るとね、あの電車止まってるともう住むのが不可能に近くなってくるっていうところで、会社に行くのがね、はい、だからそういう風にちょっと対応はしてるんやろうなと石川県、なるほど、なるほど、ね、だからすごいんですよ石川県って、あの雪がたくさん降るんでほとんどの民家に風除室があるんですよね、うん、へえ、雪で玄関が埋もれないように。で、風調室。風除室。風除室。どんな字書くの？風を除くって書く。風を除く部屋と。丸中とかね、スーパーとかによくある、あの入り口の前に入り口があるみたいな、カード置いてたりするようなところかな。ああいうのが大体。家についてて、うん、で石川もね小京都みたいな、あの石川じゃない金沢か、金沢が小京都みたいな、それこそ僕は新潟じゃなくて金沢で聞いてたから小京都っていう言葉は、はい、石川はすごい観光スポットとしてもいいとこかなと思いますけどね。新幹線も通りましたし、そうですね、ま、石川ねもうアクセスが抜群に良くなりましたよね、うん、で、ま、石川県は特別悪いところもないで、まあ、爆かなっていう、まあ、とはいえそれでも倍にしても1万5000なんで下位には違いないですけど、うん、うん、まあ魅力度的には高い県じゃないかなと思いますけどね、温泉観光地、うん、ラーメンも美味しかったですしね、というわけでじゃあ第2位に入きますか、まあ、動画のメインはここからかな、ドン、はい、じゃあ行きます、はい、島根と、もうこれで1位がどこか分かったと思うんで1位も次出しましょうか。そう、島根が2位になったらもう1位はそこしかないから、はい、どん、鳥取、そうね、鳥取この2県もうなんだ、目くそ鼻くその争いしてるね、ここね、まずは中国地方の中のお荷物コンビ山陰地方の、うん、山陰だね、じゃあ2位から行こうかな、はい、はい、ではまず島根からということで、はい、島根、鳥取に勝ってるポイントはもう1個、はい、出雲大社があるから、そう、神いずる場所だからね、日本神話で有名なね、イザナミイザナギっていうのは出雲指してるから、そのおかげでまあ人気が鳥取には勝ってるのかなと、はい、ちなみにさっきの石川のから比べてもガッとさ落ちてますけどね、5900って、だから一気に1万割りますもんね、1万7500ってね、ちなみにその前件数ちゃんと読んでなかったんですけど、はい、山梨はまだ1万超えてたはずで、1万1100、山梨がこれですね、1万1112ですよね、はい、3位が石川7707、はい、これ半分反映してないんで、はい、これは除いたとすると一気に本当の4桁っていうのはここの島根と鳥取だけ、
そうですね。本気のやつですね、これは。ここの県だけ本気の。実質3位の山梨と比べても半分近いぐらい、うん、一気にガッと下がってるから、うん、島根鳥取は。あ、というわけで、ね、出雲大社しかない島根が2位ということで、はい、じゃあ次1位、はいはい、鳥取県と鳥取砂丘しかないことなんですけど、コナン君いるのになって、あ、本当やね。はい、いるのになって思うんですよ。鳥取県コナン君いるのになって。そうやね。あ、北野もいいのか、シゲルロードとね。鳥取県ね、まあ、コナンがあるのになっていうのはすごい思いますよ、ね、確かにね。うん、お年を召した方とかご年配の方もね、長く続いてる作品なだけあって、うん、まあ、あの上から下まで、あの大体みんな好きみたいなとこありますよね。そうなんや。はい、まあ、やめろ、鳥取のことになったらもうコナンのことしか喋れんくなってるじゃないかよ。いやいや、もっと喋ってやれ。鳥取なんかいっぱいあるよ、喋る。まず鳥取砂丘ここ一番来るよね、はい、鳥取は砂丘だね、うん、うん。あと温泉地あるよ、有名なところ。三朝温泉や、三朝温泉三朝温泉、三朝温泉っていう有名な温泉地が今ある。なんかちょっとしたら、あの進撃の巨人で巨人狩りそうやね。それ三笠や、全然関係ない、うん、あと三笠温泉、あと、境港っていうね、有名な市場があって、はい、海鮮物が食べられるっていうね、はい、取れたての。あ、そこにそれこそシゲルロードあるじゃないですか。いや、境港とはちょっと違うよ、シゲルロード場所。有名なね、米粉って書いて米子って読む市があったりとかね、米子市。はい、それだけで有名になりそうやけどまあそう考えると、でもまあこれらがあった上でこの2この表件数と。そうだね、鳥取でやっぱり動画を上げるってならないのかな、うん、鳥取って言って終わりみたいな感じになっちゃうから、うん、まあ取れたかないねみたいな感じで終わっちゃうから、まあ、そうなんじゃないかな。まあ確かにね、それがあってもって、 YouTuber これだけね、いっぱい観光シーンがある中で、はい、はい、鳥取が1位と残念ながらなってしまいましたけど、はい、一応僕は隣県なんで鳥取は好きですけどね、はい。ああ、俺そもそも行ったことが一回もないですね、鳥取。一回も行ったことない人多いやろね、鳥取島根は。行きたいと思わないもん、まだまだね、年取ってから行ったらいいかなと思っていいとこやん、鳥取島根ねそれかそのうち砂丘を緑化しようかなと思って、うん、あかんやろ、何もなくてしまう鳥取にそうだね、まあ、鳥取、それでその上でよ、その上でさらに一個だけ、もう一個言っていきたいのが、うん、鳥取って散々ね、うん、日本の47番目にできた何々っていうのはすごい多いわけよ。47番とかスタバとか、そう、スタバもそうやし、セブンイレブンも本州では最後にできたのが、うん、本州じゃないわ、沖縄を除いて最後、鳥取。そうなんだったと思うよ、確か。もうだいぶないがしろにされてるやん、大企業から。そう、まあでもそういった意味でもやっぱりマーケティングとかしてちゃんとしてる企業からして、うん、まあそんだけ人が集まってないとか、人がいない、人口が少ないとか、うん、まあ、人が集まりにくい、集客率が求められないとか、うん、っていうのをやっぱりマーケティングして調査して上でそうなってるわけだから、うん、まあこれはまんまやっぱりこのランキングに反映されてるってことですよね。そういう意味で話題も取れそうやけど、最後にできたとかでね、まあ、ということでね、今回、第3位、はい、47位、まあある意味はそう1位ということで鳥取が入ってきましたけど、はい、はい、まあやっぱね、県の魅力って予想通りなところはあるかなって、はい、下2つのネタ枠は置いといて、逆にね、島根鳥取のネタ枠は置いといて、はい、それ以外の県って、はい、どっちかというとあんま知らないってところがすごい多いかなと、下に来ると、まあ最後ざっと下から見ていきましょうか。そうですね、下から鳥取、島根、石川、山梨、佐賀、山口、岩手、岐阜、徳島、四国のケツ、
それにしても東北がね、岩手がここに来るっていうのもなんか意外ですよね。もっと低そうなもんですけど、東北の方が。青森、秋田、福島。確かに、とか言いながら結局岐阜、徳島、福井、石川、この数字で見ると福井に負けてそうやな。そうね、ちょっと怪しいよね、秋田、山形、香川、高知、三重、滋賀、はい、栃木、神奈川、兵庫、奈良、和歌山、愛媛、長崎、宮崎、大分、富山、福島。今群馬と青森負けてるのはちょっとね、甚だ悲しいよね。だからまず群馬負けるのはシャレにならない。群馬青森、はい、群馬以下雑魚枠です。はい。鹿児島とかに負けてるのか。てか茨城が高いのも意外よね。13位か。まあでもやっぱり本当茨城で行くと、なんだ、U字工事それ群馬や、栃木が売ってんじゃないの。栃木や、それ群馬、 U字工事栃木か、群馬か。栃木か。じゃああいつら何も貢献してねえわ。栃木どこにいる。栃木に結構下の方じゃねえの。ああここは神奈川の下だね。神奈川こんなに低いのも意外よね。滋賀の上。まあそうね、動画にしづらいっていうのもあるんかもしんないね、うん、まあ今回県ありと県なしだけの調査なんで、うん、まあこれがね全てではないと思うんですけど、うん、まあ他のものを入れた時のね、うん、まあ岡山、群馬、青森、愛知、長野、茨城、千葉、埼玉、鹿児島、熊本、新潟で、まあここからはまあ静岡、広島、福岡、京都、大阪、東京、北海道、沖縄と、うん、いう感じなんですけど、まあそういった意味も含めて、なんだろう、神奈川とか、まあそういった大都市圏の近く、うん、とか大都市って言われるようなところが弱いのは、うん、まあこの後ろに、なんだろう、ハッシュタグの後ろになんかこうちょっとスペース空けて別のものが書き込まれてるパターンが多いのかなと、うん、いうのがあるんで、それまでちゃんと調べると多分かなり時間かかっちゃうんですけど、うん、まあそのうちどっかでやってもいいかなと思いますよね、本当の魅力度みたいな。まあでもこれがでも真実な気はしますけど、ある程度そうかな。でも神奈川とかね、人口ランキング2位のところはもうちょっと上行きそうやけどね。でも観光名所で神奈川行くってなんかめちゃくちゃあるやん。何、中華街、横浜中華街があるし、ほぼ廃れてるやん。そうなん、ベイブリッジもあるし、うん、うん、まあ神奈川よう知らん、行ったことないし。ほら見てみーや。見てみー、それが全てや。そうやな、鹿児島とどっちが知識あるかって、鹿児島の方がなんか分かりそうなもんやもんね。そうやろ。あ、まあこう見るとやっぱ政治家の手腕が影響してるってことやね。上位10県と下位5県、はいはい、出しましたけれども、またね別の形でランキング動画全部出せればなと思います。で、はい、まとめて、まあ、今回はとりあえず回 5件出しましたけど、また違う動画とかでもね、はい、ランキング動画出せればと思いますんで、今回はこれまでとしたいと思います、はい。まあ、というわけでね、47都道府県ハッシュタグランキング、はい、いかがでしたでしょうか。はい、ではまた次回の動画で。はい。ご視聴ありがとうございました。